ですえーえー、こんにちはあ、こんばんはですね。はい、えー、もうこんばんはですね、えー。今日は、今の時間は、二千二十四年の四月の十四日ですね、十四日、日曜日ですね、日曜日の午後の六時半を、もうすぐ六時半なのかと言っています。 本当に、えー、衝撃が知ってますね。えー、この、イランが、この、イスラエル向けて、この、ドローンを100機以上発射して、ほとんどこの、おまぁ、あ、シリア、ヨルダンかね、その上空で、まあえー、イギリスもアメリカも、その、おまあ誘撃していますね。まぁ、あえー、ツイッター等では99%、こうほぼ、え誘、ー、撃、撃つ、えー、落としてると言ってます。この、えー、今日の、えー、ジョネツカサチャンネルのニュースのトラガーは、 13日の夜にアップされたあものですので、えー、朝もそこを出ましたけど、えー、13日いつも、えー、夜、ジョネツさんチャンネルのニュースのトラガーをあー見ての、えー、よく1日ずれての、えー、コメントとなりますけど、えー、時系列で本当に大変ですけど、お送りいたします。農、え、家、ー、との編集でお送りしています。えー、1分間におく今日もジョネツさんチャンネルのニュースのトラガーから、 えー、米軍基地相手に,にはあ5者では済、うん、まない。えー、令和の春秋湾、うん、第5次中東戦,闘戦争勃発か、えー、今後2日以内に,にイランの イスラエルに対する報復攻撃の可能性があるとの報道、実際に起こってしまいましたね。もう、令和の新、新庄攻撃、この5社じゃないですね。まあ100機、200機,機と言われてますね。ほとんどこの、ね、上空で、えー、飛んでる映像も確認され、えー、結構この、 えー、まあ、ヨルダン、シリアのこの時間結構かかる。私も詳しくはないですけど、このイランの国内、国内から発射されていますね。えー、最初にこのロシアの今のウクライナ戦争みたいに、砲、え、は、ー、ですね、砲は攻撃、先に無人ドローンで攻撃して、そして、それから弾道ミサイルですね。えー、ほとんどうち、えー、この、まあ、イギリス、まあ、えー えーまあ、アメリカ、そしてこのイス,イスラエルですね、えー、ってあの遊撃成功してますね、ほぼ、まあ、100%に近いというか、被害ないですね、まあ、ツイッターでも99%ってありますけど、いろいろ、この。 前回、この、うん、ハマスが攻撃した時に、このイエメンの風車がまた売ってますけど、今回は本当に、えー、イ,ラののイランの国からですね、国外からですね、いろいろクロアラチャンネルですその前、えー、この前少し見てみましたけど、この流れですね、こ、ま、れ、あ、文太さんも詳しいですけど、えー、この、このホメニシ、ホメニシ亡くなりますかハ、ハメニシですかね、直接、この、えー えー、この指導者ですね。イランのこの指導者、イスラム教師の指導者、ハメイネシに直属する、えー、ゴッツゴッツ部隊ですかね、えーと。秘密特殊部隊ですね。えー、完全にこのハ,ハメネシのちょ、えー、直接つながっているということで、えー、この手足ですね、えー。各国においてそのテロです。テロ組織ですね。武装を、そういうハマス、そしてフーシ派、そしてヒズボラですね。えー、まあいろいろこの、えー アメリカ、また、イスラエルはこの、えー、ゴッツ部隊のこの、えー、幹部を、まああ、この、のくことを、まあ、今まで、えー、確保していますが、今回この、えー、これはダマスコですから、シリアかな、シリアのこの、えー、イランの大使館、まあ、付属、直接大使館で、その辺は、いろいろと意見が分かるところで、えー、この、 建物に至った付属の建物ですか、ね、ということで、まあ、イランに、えー、のからはその、えー、大使館がやれたということでここの政党ということでこう報告していますけどこ,これは本当に、えーこ,のえーまあ、このイランの,の大使館の付属の施設。 じゃあ私も確認していませんけど、そういうことで、えー、今回、報告してますね。えー、もう、バイデン大統領、早速、この G7 を招集してどう対応するかですね。早速、えー、このイギリスのスナック首相が、この、激しくコメントしてますね。そういうことで、えー、この、 そこほどダブりますけどこのもうちょっと前後しますけどこのまあ収録上ですねこのこの「ジョネツカサチャンネルのニスのトラガオ」から米軍基地相手による誤射では済まない令和の始終は第5次中東戦争勃発か今後2日以内に依来の イランのイスラエルに対する報復攻撃の可能性があるとの報道ということでしたけど実際、えー、まあ,あ1日ずれてますけど実際、えー、この報復攻撃がありましたですね引き引き、えー、この常年つさんのチャンネルのニュースをトロガーウォーチングしていきたいと思います。マサトです。日、えー、日曜日ののの、えー、午後となりましたけど、普段はお仕事の前の うん、短い時間ですけど、今日も、えー、まあ日曜日ですね、いろいろとこの、えー、時間が、収録時間がなくて短くなりましたけど、えー、次回のお1分間読解読でお会いいたしましょう。マスターとしては終了です。えー、マスターとのこの、うん、YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書を学びたいと、お友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の1分間読解読でお会いいたしましょう。マスターとしては終了です。パシャンブルジュー、シャロム、シャロム、シャロム。